ーい、クラッシュ。すげえ、人がいるぜ。みんなこんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶しっかり知らないやつをこっちの後ろで見つけたぞ。ガイドさん、うん、前から1,2,3,4,5 列目か。そんで真ん中の通路から2番目のとこに1人座ってる人がいるんだよな。そうそうそう。いや、こんにちは。こんにちは。名前なんていうの？リュウタです。リュウタ、渋い名前だぜ。いいかい、俺が最高だぜって言ったらリュウタは両方のヒレを元気に高く上げるんだ。おお、リュウタやる気ありそうだぜ。じゃあ頼んだぜ、リュウタ最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手しようぜ。リュウタ予想以上に楽しそうだったぜ。じゃあな、ガイドさん、今度、あ、そうしたら今度はこっちへ来てくれ、うん、前から2列目の真ん中の通路側の君と話してみようぜ。そうさ、こんにちは。こんにちは。ん、名前は？あやね。ありがとう、会えて嬉しいぜ。今何歳だ？8歳。おお、まだ卵から帰ったばかりだな。あ、じゃあ今日は誰に連れてきてもらったんだい？パパとママ。わかったぜ。じゃあパパママどこだい、ひれあげて教えて。すぐ隣じゃないか。パパ素敵な笑顔だな。よし、じゃあママと話そう。ママこんにちは。こんにちは。ママの名前はゆうこです。ゆうこんな子供からさ、あれ何これ何っていろんな質問された経験とかあるかい？何度もあります。そうか、俺の息子のスクワットもそうなんだよ。ゆうこ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったみたいだな。話してきて嬉しかったぜ。ありがとう。お嬢ちゃんもありがとう。パパごめんな。いや、実はさっきもスクワットに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。んで俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間についていろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるやつはヒレを上げてくれ。おお、嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。リュウタ油断すんなよ。よし、じゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるのだってさ。食べ物を食べる人、ヒレあげてくれ。食べないやつもいんのかい。あ、じゃあなガイドさん、今度真ん中の後ろの前から2列目のな、うん、こっちの通路から2人目の人と話をしてみようぜ。そうさ、こんにちは。こんにちは。あ、名前は？シュルです。シュル、シュルの大好物ってなんだ？茎わかめです。茎わかめ、そんなわかめがあるのかい？いかがした、ハイドラゴン、うん、あります。あ、そうか、嬉しいな。俺と同じだよ。俺もな、あ、この下に生えてる海藻が大好物なんだよ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。で、俺の体こんなに大きくなったってわけさ。あ、そうだ、じゃあちょっとシュルにクイズ出すぜ。俺の体重何キロだと思う？100キロくらい。ガリガリじゃないか。
300キロあんだぜ。汁も茎わかめそれ食べて300キロ目指してくれよな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だぜ。俺に質問あるやつひれ上げてくれ。何でも答えるぜ。お、じゃあまずガイドさん、こっちの後ろの一番前で2人ひれ上げてくれてんだよな。どうする、君たちどちらが俺と話すか2人で決めて。どうする、君か。よし、こんにちは。こんにちは。おう、名前なんていうの。ゆきです。ゆき、質問なんだい。ウミガメは海の中でどうやって寝ますか。おお、俺たちが浅瀬の海の底の方に沈んで眠ってみたりさ、岩と岩の間に隠れて眠ってみたり、いろいろだよ。なんかな、お日様が沈んでくると目がとろーんとしてきてさ、そんでまた朝になって太陽が昇ってくると目がパチッと開くんだよな。あー、本当に寝るのってすっげー気持ちいいよな。あ、じゃあゆきさん、人間はどうやって寝てんの。布団っていう床で寝てます。なーに、めんどくさくなっちまってんだ。そうか、教えてくれてありがとうな。また話しようぜ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問はあるか。さあ、ひれ上げてくれ。どうだい。おう、じゃあ次は、あ、そうしたらガイドさん、今度真ん中の後ろの前から4列目の、そう、そこの通路側のその子話そうぜ。こんにちは。こんにちは。おう、名前なんていうの。ゆいです。ゆい、聞きたいことなんだい。あの、部活で部長やってるんですけど、半分ぐらいしか部員が来ないんですけど、どうしたらいいですか。ごめんな、ゆい、俺君の言ってることが全然意味が分かんなくってな。でもなんか君が困ってんのはよくわかるよ。だからさ、解決したいから、なんだろう、もうちょっと俺が理解できるように優しく教えてくんないか。どういうこと。人がいっぱい周りに集まってくるにはどうしたらいいですか。ああ、そういうことか。でもさ、それは方法なんてないと思うよ。それをやるのは君が自分自身が魅力的な人間になることじゃねえのかな。だからゆいがやんなきゃいけないことは自分磨きだよな。それ頑張ればさ、きっといろんな人が君を頼ってくると思うぜ。自分磨き頑張れよ。俺も甲羅磨き頑張るからさ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問はあるか。さあ、ひれ上げてくれ。どうだい。おう、じゃあ次、あ、ガイドさん今度な、うん、じゃあこっちの後ろの底の龍太の隣のその人と話しようか。やあ、こんにちは。こんにちは。名前は。まゆみです。まゆみ、質問なんだ。実はこの隣の龍太が今日誕生日、あ、今日昨日誕生日だったんです。おーおーおー。で、ウミガメ流の誕生日のお祝い教えてください。おお、まあ、ウミガメ流だかなんだかわかんないけど、わかったよ。じゃあ龍太には俺からバースデーソングプレゼントするよ。いくぜ。ハッピーバースデイルーター、ハッピーバースデイルーター、卵から帰った日おめでとう。ハッピーバースデイルーター、おめでとう。素敵な一日にしてくれよな。お前たち最高だぜ。ハイドロホン壊れたか。ハロー、ハロー、ベイリーじゃないか。よし、じゃあ呼んでみるぜ。おい、ベイリー。クラッシュ、やーよー、ベイリー。ハロー、人間。ベイリー、得意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい。見てて。うう、何か見えてきた。お、うう、わー、耳が4つある人間がいる。ねえ、かな、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つ。
ションってすげえクールだよな。なんでかできるのか。あいつとやってみよう。リュウタ、君の出番だ。エコロケーション使って俺のヒレが何本上がってるか当ててみてくれ。さあまずは両ヒレを頭の横に持ってきて、で目をつぶって下を向くんだ。俺がいいって言うまで絶対に目を開けちゃダメだぞ。そこでうーってやってくれ。せーの、うーん。 OK OK、 完璧だ。まだ目開けんなよ。目を閉じたままで。今俺のヒレ何本上がってる？1本。リュウタ目上げていいぜ。大正解だ。みんな拍手を送ろうぜ。すげえよ。カエル、カエル、カエル、カエル。パパパパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。ちょっと待て。ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごーい。だろう。みんなうまい。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。みんな今日はありがとう。楽しかったぜ。また話そうだ。バイバーイ。クラッシュバイバーイ。皆さん、クラッシュに大きな拍手を。クラッシュに会いたくなったら、また遊びに来てくださいね。上口は後ろです。お忘れ物がないようにご注意ください。ありがとうございました。